ラウンドは中堅出してきたのはヨーアルクエイド。アルクエイド VS 岸間、ここはちょいために引っかかってしまう。安全にコンボを決める。うまい、相手の着地をきっちり合わせてくる。意地と意地のぶつかり合い、しゃがみ弱、しゃがみ弱。暴れ潰し、下段を合わせてくる。ここでシールド王子岸間、ここからターンが回ってくるか。前出して切り返してきた昇竜拳、しかしコンボを見せてしまう。やはり大会か。今の EX 勝利で流れを持っていきたかったが、しかしまだわからない。ダッシュ総裁、これで着地の隙にピッチコンボ投げて、非常に痛い。さらに投げる、これは苦しくなってきた。シールド、もうやりたいようにやっている。厚かましいこの男、後陣島、はい、あっという間に一本取り返した。これが岸間の怖いところ。距離が遠いので EX 勝利からきっちりはめ込ん、ヨーアルクエイド上り中段、これは見えない。きっちりやってくる。相手の様子見が分かっていたのか。素晴らしいダッシュ投げ。しかし弱るけど絶妙な解放で安全に体力を回復している。さらに押しっぱしるの、ここで解放してしゃがみくらいしてしまう。まだまだこれ分からない。島の一撃非常に重たいので危ない。ここはちょい溜めに引っかかってしまう。アベコンきっちり決める弱るクエイド。最後は最大溜めだったがガードスキルもつれた。しかし解放で運よく切り返すことができた弱るクエイド。対空投げ読めている、読めている。見てからシールド余裕でした。まだわからない。たまらずジャンプ逃げ寄せるアルクエイド、しかしまだわからない。最後は強気のダッシュ投げ、ヨウのアルクエイド2-1で取り返した。